連邦大統領は、オーストリア共和国の国家元首。オーストリア連邦憲法第60条第5項では6年ごとに、改選することと規定されている。1950年以降は国民による、直接選挙が実施されている。また同法では2期までの再選が認められており、合計12年まで在任することができる。2016年7月8日をもって、ハインツ・フィッシャーが、 任期満了を迎えたが、次期大統領選挙の決選投票がやり直しになったことで当選者、アレクサンダー・ファンデアベレンの大統領就任が2017年1月26日となったため、その間は国民評議会議長の3名によって代行されていた。オーストリアの連邦大統領は、ドイツやスイスの連邦大統領よりも法律で定められている地位や権限が大きい。 連邦大統領という役職は大抵連邦政府の定義を受けて初めて行動することができるものである。オーストリアの場合も1920年の当初の憲法では連邦大統領職の権限が非常に弱く、ただ単に国家を代表するだけのものであったが、1929年に独裁政権の圧力を受けた憲法改正で連邦大統領の権限が強化された。 第二に共和制が成立するにあたって九百二十九年憲法の効力が復活し、そのため規定の上では、連邦大統領は今日においても強力な地位が与えられている。しかしながら、実際には第二共和制における連邦大統領の権限は当然の事実として抑制されたものとして扱われており、その任務も国家の代表としてのものしかなく、このようなことから、 連邦大統領の職について役割の放棄と言われている。つまり、連邦大統領個人としての権限は事実上、ほとんどないこととされている。名誉職に過ぎないにもかかわらず高級であることから、国家財政の節約のために廃止しようという主張も一部にある。連邦大統領は、ウィーンにある、ホーフブルク宮殿内のレオポルト翼に皇帝を有している。 大統領皇帝ホーフブルク宮殿内、連邦大統領は、連邦国民による、平等、直接、秘密、個人の選挙権によって選挙される。1回目の投票で、いずれの候補も過半数を得票することができなかった、時は、決選投票を実施する。この決選投票は、1回目の投票での、得票数上位2名を、候補者として実施される。 また一名しか立候補者がいない場合は、新任投票形式で選挙を実施する。連邦大統領の選挙権は、すべての国民議会の投票権者が持っている。選挙権が与えられるのは、遅くとも選挙期間中に16歳以上となる、オーストリア国籍を有する市民である。年齢が達していれば裁判所で除籍が判断されない限り、選挙権が失われることはない。 長らく、非選挙権を有するのは、以下の要件を満たすものだとされてきた。連邦大統領は、任期中に、公共の代議機関に属したり、他の職業に就くことが認められない。連邦大統領の任期は6年で、他選については、連続2期までしか務めることができない。ところが規定では確かに再選を目指して、立候補することが可能であるが、 現職大統領が1期目を務めて、高齢を理由に引退したり、また1期目の任期中に死亡したりするなど、実際には、このような事例は少ない。また2期目の任期中に死亡するということもあり、2期12年の任期を満了したのは、ルドルフ・キルヒシュレーガーただ一人だけである。またトーマス・クレスティルは2期目の任期満了を3日後に、控えた2004年7月6日に死亡した。 連邦憲法第60条第3項により、旧オーストリア皇帝家である、ハプスブルクロートリンゲン家の構成員がこれに立候補することは認められていなかったが、2009年に、ウルリッヒ・ハプスブルクロートリンゲンが立候補に意欲を示したことがきっかけとなって、2011年6月16日に、連邦議会が、ハプスブルク条項の廃止を満場一致で可決。 今後の大統領選挙からは認められることとなった。現大統領を決めた2016年に行われた連邦大統領選挙の結果は以下の通りとなった。この決選投票についてはオーストリア自由党の訴えが憲法裁判所に認められ、2016年7月1日に投票やり直しが決定した。このため前任者のフィッシャーの任期が切れた7月8日以降、 大統領が空位となり、国民評議会が大統領を代行した。2016年12月4日に行われた、再投票では、首都ウィーンの他北部オーバーエースターライヒ州や、西部のフォアアルベルク州、チロル州などで得票を伸ばしたファンデアベレンが、再び勝利し、2017年1月26日より、大統領に就任した。ただし、 ハンガリーと国境を接するブルゲンラント州や、スロベニアと国境を接するケルンテン州や、シュタイアーマルク州では逆に移民、難民の排斥を訴えるホーファーが票を伸ばした。連邦大統領は、任期中に、司法当局などの訴追を免除される。この訴追免除は、連邦憲法第63条において規定されている。ただし、国民議会、または、 連邦議会の3分の2以上の同意による要請に基づいて、連邦首相は国民議会と連邦議会の両者合同による連邦会議を召集し、そこで連邦大統領の行為が連邦憲法に反するとして、連邦憲法第142条に基づいて憲法裁判所に訴追するかを決議することができる。国民議会は3分の2以上の多数で、 連邦会議の招集を連邦首相に要請することができ、そこで連邦大統領の悲免の是非を問う国民投票を実施するかを決議する。国民議会で悲免についての連邦会議招集が採択されれば、連邦大統領はその職権が停止される。この時大統領の職務は国民議会議長が代行する。連邦国民が国民投票で、 連邦大統領の罷免を否決した場合は、この国民投票を連邦大統領を選出する。選挙が実施されたとみなされ、また同時に国民議会は自動的に解散することになる。連邦大統領が短期間において職務を取ることができなくなったとき、20日未満に限っては連邦首相がその職務を代行し、20日目以降は国民議会議長が代行する。 連邦大統領の不在が長期に及ぶ場合、国民議会議長は直ちに国家元首としての権能を継承する。上記の表からもわかるように、第二共和制の歴代連邦大統領で、現職以外の8人のうち、キルヒシュレーガーとバルトハイム、フィッシャーの3人以外は生存して人気満了を迎えていない。ありがとうございます。